西116丁目のコロンビア大学の向かいの住宅モーニングサイドハイツはニューヨーク市マンハッタン区の地区である。モーニングサイドハイツはアッパーウエストサイドの一部であるがグレーターハーレムの一部であるとみなされることも多い。アッパーイーストサイドは110丁目が北端であるとする主張もある。この地区の東隣はモーニングサイドパーク、西隣はリバーサイドパーク、北隣はハーレム、 南隣はアッパーウエストサイドである。その境界は、東端がモーニングサイドドライブ、西端がリバーサイドドライブ、北端が125丁目、南端が110丁目である。この地区の中心をブロードウェイが南北に貫いている。この地区には、以下のような教育機関や病院、宗教施設が置かれている、コロンビア大学、ティーチャーズカレッジ、バーナードカレッジ、 マンハッタン音楽学校、バンクストリートカレッジ、グラント将軍の墓、セント・ジョン・ザ・ディバイン大聖堂、リバーサイド教会、ブロードウェイ・プレスビテリアン教会、ユニオン神学校、ユダヤ教神学院、インター・チャーチセンター、およびセントルカ病院など、所在する教育機関の数が多いため、この地区はアカデミック、アクロポリスとも呼ばれている。 学生が及び住宅街としての性格を有している。17世紀中は、この辺りの土地は、領主の名前をとって、バンダー・ウォーターズ・ハイツと呼ばれていた。1776年9月16日、ハーレム・ハイツの戦いは、モーニング・サイド・ハイツが主戦場であった。特に激しい戦闘は、現在のバーナード・カレッジの辺りの傾斜した小麦畑で起こった。 117丁目とブロードウェイの位置にあるコロンビア大学の門の飾り学はこの戦いを追悼するものである。モーニングサイドハイツという呼び名は1890年代にこのエリアの開発が始まった時に付けられた。ブルーミングデールという名前は現在のコロンビア大学のメインキャンパス付近にあったブルーミングデール精神病院のあたりを指して使われていた。その他にも モーニングサイドヒルおよびリバーサイドハイツという名前が使われていたこともあったが、統一的な名前はこの地区の開発が始まり、大学のキャンパスが建て始められるまでは付けられなかった。やがて二つの名前が最も使われるものとして残った二つの大学に指示されたモーニングサイドハイツとストリート、ジョンズおよびストリート、ルークエスに指示されたカセドラルハイツである。 1898年頃以降、モーニングサイドハイツという名称が最も一般に受け入れられるようになったが、ストリート・ジョンズの教区だけはカセドラルハイツの名称を20世紀になるまで使い続けた。モーニングサイドという言葉はこのエリアの東端の東に面した傾斜を持つ公園から来ている。この公園は朝日によって斜面が照らされることから、 モーニングサイドパークと1870年にニューヨーク市公園局職員がこの土地を調査し命名した。グラントの墓、またはグラント将軍ナショナルメモリアル。ありがとうございます。